あなたは本当のカナダを知っていますか？この国を旅して初めて気づいたことがある。ガイドブックには載っていない真の魅力。もっと多くの人々にカナダの魅力を伝えたい。この国の素顔に触れてたくさんのときめきを感じてほしい。カナダ観光局員秋月奈々の願いです。わあ、着いた。今カナダで大人気のリゾート地がある。バンクーバー島の西側、太平洋に面した小さな町、トフィーノ。人生で一度は行ってみたい場所として北米では多くの人々が憧れる指折りのリゾート。その魅力は一体どこにあるんだろう。実際に体験して確かめてみなくては。私がまず訪れたのはジェイミーズホエーリングステーション。この辺りは野生動物の楽園。アザラシ、アシカ、ラッコにクロクマなど様々な生き物を間近に見ることができる。今カナダではこうした野生動物を見に行くアクティビティが人気を集めている。ガイドのクリスタさんとボートに乗り込み野生動物を見つけに出発。So these harbor seals are very common on Vancouver Island. We've got lots of them in the area. And they look fairly small from here, but they actually weigh about 180 pounds. So they get fairly large. So this is a black bear. We don't have any grizzly bears on Vancouver Island. We have a very healthy population of black bears. There's approximately 7,000 of them on the island. そんなにいるんだ。次はいよいよクジラの生息域へ。この辺りでよく見られるのはコククジラ。体が灰色であることからグレーホエールとも呼ばれている。They're filtering out that sand in the water. They're specialized baleen plates, meanwhile trapping in these super tiny little foods known as amphipods. There's four different types. There's crab larvae, mysids, glaciers. クジラの観測が終わる頃、目の前には美しい夕焼けが広がっていた。動物や自然が見せてくれた都会では決して味わえない光景が心を洗い流してくれるようだった。次はトフィーノの美味しいグルメを体験。最初に紹介するのはタコフィーノ。タコスやブリトーなどが人気のメキシコ料理のフードトラック。ブリティッシュコロンビア州で一番のタコスとも称されるタコスはまさに絶品。その評判を聞きつけた観光客、近所のサーファーたちでいつでも大行列ができている。この店の一番人気はフィッシュタコス。クリスピーな揚げたてフィッシュに独自のチポトレマヨが抜群の相性。いや、これはこんな並ぶのもわかる。次のお店はワイルドサイドグリル。
現役の漁師さんとシェフが2人で始めたハンバーガー屋さん。地元で採れた新鮮な魚介類をふんだんに使用した料理はどれも最高。私が食べたのは新鮮な牡蠣のフライが入ったオイスターバーガー。牡蠣はジューシーで衣はサクサク。うまっ。牡蠣のハンバーガーなんて食べたことなかったけど、これはハマる。家族や友達、カップルでシェアする人も多いみたい。そうすればいろんな店の料理が試せて楽しいかも。甘いものは別腹ってことで、最後はデザートのジェラート。チョコレートトフィーノは美味しい自家製のジェラートが自慢のお店。種類も豊富で誰もがきっと気に入るはず。私が頼んだのはヘッジホッグジェラート。チョコとヘーゼルナッツのハーモニーが口の中で広がってとっても美味しい。トフィーノはアクティビティだけじゃなく、グルメも堪能できる魅力的な街なんです。手軽にマリンアクティビティを楽しめるトフィーノ。海岸線には数十キロにもわたり美しいビーチが続いている。そこにはトフィーノならではの光景が。カナダでサーフィンか。そう思う人も多いかもしれない。でもトフィーノは知る人ぞ知るサーフィンの聖地。一年中サーフィンが楽しめちゃう。街を歩けばそこら中にサーフショップが。ウェットスーツやボードなど丸ごとレンタルできちゃう。これはもう挑戦するしかない。女性のインストラクターさんもいるから、女の子でも安心して挑戦できちゃう。優しいインストラクターさんの指導を受けてトフィーノでサーファーデビュー。こういうのもいいかもしれない。サーフィンの次は何しようかな。インストラクターのジョシさんにおすすめを聞いてみた。I'd say probably your next bet is hiking. So there's lots of hiking trails in Tofino. We've gotTons of rainforest to explore. So there's Cox Point over there. You could hike up there. There's Sunset Point over there. You could hike too. There's tons of mountains to climb. So you should get out there. Yes. そう、トフィーノの魅力は海だけじゃない。豊かな緑が生い茂るレインフォレスト。温帯雨林も魅力の一つ。そこで私が訪れたのがパシフィックリム国立公園。I'm Nana. I'm Carl. Nice to meet you. Nice to meet you. ガイドのカールさんにトフィーノの大自然の魅力を紹介してもらうことに。
So I have a question for you. Cool. あ、足跡だ。うん。本当だ。What animal? A wolf. あ、yes. Yes. これが、そうなんだ。Front. See the back goes. Ah. So you get the front foot is mm-hmm. bigger. Mm. The back foot is smaller. Hey. This way. Yes. So over. Cool. Come down and do this. Up to this, mm-hmm. and then pull away. Look. Wow. See? Hey, これ食べれるの? Wow. Yummy. You want some? Wow.これは初体験だ。オッケー。うん。あ、美味しい。Not bad. うん、グッ。意外に美味しい。They're hollow inside, so. わ。And also. わ。わ。They're hollow inside. うん。おお。Not as easy as it looks. Not so good. We've had a chance to see the seashore. Mm. I still have to show you the rainforest. Yes. So let's go take a look at it. Mm, let's go. ここパシフィックリム国立公園ではハイキングトレイルが整備されていて、大自然の息吹を手軽に楽しむことができる。Maybe 500, 600. Wow. It's a guess. It's a guess. Yes. It's because it is so wide. を愛するカールさんにその魅力を聞いてみた。Why do you live in Tofino? Smell. You know, when you've been away from home, traveling somewhere like Canada, you go back to home, you open the front door, and it's the smell of home. It's like that for me, this place right here. I've lived in many different places in Canada. I've traveled around, but when I come back, it's That's the smell. Welcome home. Thank you. 豊かな自然と戯れる都会では体験できない感動がここにはある。誰もがきっと笑顔になれる。トフィーノが多くの人々に愛される理由、それはどこか懐かしいこの匂い。大自然と共に生きる喜びを心の底から実感できる。そんな匂いをあなたにもぜひ味わってほしい。